はい、どうもこんにちは、サルーインです。トラドルの実況をしていきたいと思います。今回も動画私の動画に対しての実況です。後乗せってやつかな。後乗せサクサク、なんか違うな。それは何やっけうどんかな。今回は前回の SSR10 連ガチャの後の直後のやつですね。まあ要はパートは続いておりますって感じですけどね。で、残りのカードたちのスキルがこれですね。はい、ご覧の通り、要は新スキルがグランパープルダンシングかなの春菜ちゃんしかなかったと。というわけでこのパートは最初にもう言いますけど、待機所課金をするパートですできればね、無課金プレイを貫きたいところなんですが、厳しいですね。なのでちょっとね、まあ私のプレイスタイルがね、まあでも多分特殊じゃないと思うんですよね、このプレイスタイルは。一応ね、SR 以上で、SR 以上のカードは全部キープっていうスタイルで私はやってます。あとは、なんだっけ、星なしのサポートスキルは、一応、すごく系以上は全部キープしてる感じですね。まあ、言ったら上昇系とかは結構、星なしとかでもかなり強いので、サポートスキルでも、まあ、星なしね、なんだっけ、もうなんかちょっとごめんなさいね、なんか眠いんです、非常に実は。いやー、なかなかちょっとね、動画を撮るタイミングがなくて、今は結構親フラと割と隣り合わせな感じで撮ってるんですけど、で、今なんかとりあえず待機所にしまおうとしてるんだけど、今出そうとしてるのかな。あ、違うな。あ、入れてますね何してんだっけ、これ。とりあえずね、とりあえずもう間違いなく3つ目の課金をするんですけど、あ、はい。ああ、もうこれからですね。多分事前に、お金は、お金って言っちゃったけど、まあ、ポイントはね、入れてきたので、このまま多分購入する流れになるんでしょう。します。というかします。もうしてあげますからね。なんかもったいぶってますね。はい。はい、決定と。はい、そうですね、ちゃんとね、ポイントも入れてあります。というわけでね、次に2つ目というか、まあ、ものとしては3つ目ですけど、まあ、2つ目の解放というかね、はい、なりましたね。はい、課金なんかね、課金バリバリしてますね。で、1つ目がセリーヌがいて、2つ目が、ね、ケモミンだか、ナナのペットがいて、で、3個は何かというところで、なんと、これね、なんだろうねって話をしたんでね、まあ、モモのあれかなと思うんですけど、確かね、逆にミストアに出てきたあいつらみたいな話もちょっとね、してるんですけど、で、一応これでね、枠を作って、なんとかやりくりしていこうじゃないかと。で、例によって、名前が SR 以上、まあ、ちょっと、重要。で、3つ目と、3ですね。まあ、いろいろとね、コミュニティ掲示板でも打診はしたんですけど、ぶっちゃけ言うと、アホみたいに持ってるところがあるんで、そこさえね、来てくれれば、かなりね、枠は開くんですよね、本当に。まあ、運営さん的にはね、おう、かがいた。運営さん的には、まあ、このね、待機所を20個まで、20個じゃねえや、10個か。全部ね、課金してほしいっていう体なんでしょうけどね。待機所に関しても逆に言うと、ちょっとあれですよね。いきなり10個で準備したのは失敗だったんじゃないかなっていうところはちょっとあるような気がしますけどね。なんか、ちょっと意図が見え隠れしちゃうような、というか、なんで、なんか、まあ、5個ぐらいでもよかったんじゃないかな、最初の表示はねって気もしますけどね。露骨にね、新スキルとかがドバドバ増やされていくと、ユーザー視点的にもちょっと、おやってなっちゃうところはあると思うんですよね。
ちなみにね、ここは私撮ってる時にね、このスキル全部読み上げてるんですよ、一生懸命。なんでこれはね、残ってて欲しかったな、音声。一生懸命ね、はい、これがこんだけあって、ね、これね、ダンシングパークダンシングパークダンシングパークとか、ワールドソングワールドソングワールドソングとか、めっちゃくちゃ言ってるんですけど、もう今は舌が回らないんでやりません。あ、結構頑張って喋ってたと思いますよ、この時。いやいやいや、まあね、逆にこれはこれで、なんていうかね、まあ自分の動画に対して実況するというようなこともね、まあやるきっかけにはなってるんで、まあいいのかなと思うこともありますけどね。まあとりあえず今一生懸命、おしまいしてますね。しまっちゃうおじさんみたいな。よくわかんないね。このものですけどね。いやー、ほんとでもね、これね、びっくりしますよ。結局ね、新しく200の余裕ができたはずなんですが、もうあっという間ですよ。もう埋まっちゃうのは。すぐ埋まっちゃうんですよ、待機場。いやー、ほんとだからね、SR 以上っていう縛りでやってるんで、まあ、だからね、SR 以上はキープするっていうね。だからほんと、少なくともだから、このね、1枚でもね、新しいカードが来ればね、だいぶ軽くはなるという体でやってるんで、そういう楽しみもあるんですけど、最近イベントとかでもね、なかなか新しいスキルとかが来ないんですよね。前のスキルとかぶってるやつとかは出さないでほしいなっていうのもちょっと思うところではあるんですけど、まあそれをね、やっちゃうとね、逆に新規勢の方がね、過去のスキル入手しづらくなるっていうのもあるので、まあ考えものではあると思うんですけど、まあちょっとね、なあ、考えていきたいところはありますよね、スキル関連に関しては。あとはなんかね、他の方も意見出してましたけど、 IR メダルとかでもらえる、逆にポスト30のね、あの辺のカードのスキルとかは特殊スキルで良かったんじゃないかなとね、限定感があっても良かったんじゃないかなって気はしますけどね。なかなか難しいところですね。コスト30関連とかコスト27の、ファーストアニバーサリー関連とかはね、ちょっとね、逆に特殊なというか特別なスキルでも良かったような気もするんですけど、難しいとこですかね、なんていうかスキル配分っていうのも。あとはね、同じカードってか同じキャラクターで同じスキルをなんか持ってるっていうパターンとかね、あんまりね、なんかできればちりばめてほしいかなって思うところもありますよね。はい、もう100枚超えてますよ。もう半分埋まっちゃいました。あ、眠いんですよ。いやー、お片付けがね、そろそろ終わりそうなんですけど、なかなか、ね、すごいですよ、もう。の段ボール今ね、すーげー片付けたんですけどね。新たにまた今ね、段ボールね、15箱、ね、出そうと思ってます。すごいっすよ、どんだけ部屋に物があったのかと。驚愕してますけどね。言うてそこまでね、確かにまあ広いっちゃ広いんですけど、まあでもそんなアホみたいにね、広い部屋に住んでるわけじゃないんで、まあそれでもね、押し入れとか入れたら結構なまあスペースはあったんでしょうね。物がいっぱいありましてね、ほんとに。はい、126枚ですよ。もうね、あっという間ですよね。これもう、ほんとね、ガチャとかの内容次第によっては、待機所4待ったなしな状態になってますよね。まあ言うてもまあ一応か、カードのメイン枠がある程度これで空いてるんでね、100枚以上は余裕があるんで、まあしばらくは大丈夫かなというところですけどね。いやー、大変大変。まあ逆にね、これを軽くしていくっていう楽しみとかね、私こういうのね、あ、終わった。あ、これで終わりだったらしいです。はい、じゃあ、そういうわけでどうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。残り時間見てなかった。